皆さんこんにちは、司法の清水です。今回はドライヤーの正しい乾かし方とおすすめのドライヤーを紹介したいと思います。まず皆さんは髪の毛をケアしようとして、トリートメントだったりとかしっかりやったりとか気をつけようかなって思うと思うんですけど、絶対毎日やることってあると思うんですよ。それって乾かすことだと思うんですけど、乾かし方一つでも髪の毛のダメージだったりとかまとまりやすさ、ツヤ感だったりがかなり変わってくるので、今日ご紹介するのを参考にして乾かしてみてください。ドライヤーって毎日しますし、夜寝る前だったりとかかなり面倒くさい時間だと思うんですよ。なんですけど、ドライヤーをスーッとしないとではもうかなり違くて、結構今でも自然乾燥する方だったりとかもお客様でもたまに聞くんですけど、一番やってはいけないことです。まずは洗濯物を想像してほしいんですけど、洗濯物も長時間かけて乾かすと生乾きの状態になると思うんですけど、その時って匂いだったりとかしてしまうと思うんですけど、それって菌が原因になるんですよ。で、頭皮も生乾きの状態ですと菌が発生してしまって匂いだったりとかふけ、かゆみ、抜け毛、あとは健康的な髪の毛が生えてこなくなってしまうので、一番やってはいけないことです。あとは髪の毛もキューティクルがボロボロになってしまってツヤ感だったり、止まり感だったりもなくなってしまうので、毎日の大事なケアになります。ドライヤーでしっかり乾かすっていうのは美髪だったりとか健康な頭皮を手に入れるのに重要なことになるので、ぜひ今回紹介するやり方でやってみていただくと、早く乾いてなおかつ頭皮だったりとか髪の毛を健康に保てたりとか、あとは夜しっかり乾かしてあげたりとか、一つポイントを押さえるだけで朝の寝癖だったりとかスタイリングの時間も早くなってくれると思うので、ぜひ今回の乾かし方を参考にしてやってみてください。では早速やっていきたいと思います。まずお風呂上がる前にタオルで拭くと思うんですけど、タオルで拭く前にやってほしいことがあります。頭皮を手でこういう感じで弾かしてください。どうしても根元の方に水が溜まってたりすると乾かすのが遅くなってしまったりしていくので、まずあんまりこすらず弾くようにして根元の水分を中間と毛先に持っていきます。である程度やったらタオルで拭いていきます。で、拭き方はこうかぶせてあげて、この時もあんまりゴシゴシしないで頭皮の水分を吸い取るような感じでしっかり揉み込んでいきます。特に下の方とか中の方とかをしっかりやっていきます。で、ある程度水分が取れたらタオル取っていただいて、今根元の水分が毛先に移動したので半分に分けて毛先、中間から毛先の水分をしっかり取っていきます。この時もこうこすらずしっかり挟んで揉み込んでいきます。はい、そしたら大きい粗めのコームだったりとか、あとブラシだったりとかで溶かしてあげます。で、私は髪の毛がそんなに長くないので根元から溶かしても引っかからないんですけど、こう髪の毛が長くて結構引っかかりやすい人はこうしっかり毛先からこういう感じで溶かしてあげてください。あんまりこう引っかかってガッてやってしまうとそれが消え毛だったりとか抜け毛の原因になってしまうので、特に優しく溶かしてあげてください。流さないトリートメントをつけていきます。今回はこちらですね。
オージュアのアクアビアのシリーズのセラムオイルを使っていきます。まず1プッシュ出していただいて半分取っていただいて、これも毛先からしっかりつけていきます。でしっかりつけたらちょっと上になじませます。でもう1プッシュ、だいたいミディアムからロングの方は、まあ、2プッシュから3プッシュくらいで、まあ、ショートの方は1プッシュでこう伸ばしていただいて、こういう感じで大丈夫です。で毛先からしっかりつけたらもう一度こういう感じでコーミングをしていきます。コーミングをして全体に伸ばします。でこの時にまた毛先が結構濡れてたりとか、特にロングの方とかはこう滴がこう垂れたりとか していくので、この時ももう一度毛先の水分を取っていきます。この時の状態でもかなり滴がないくらいやってあげるとかなり乾くのが早くなってくると思います。乾かしていきます。まあ後でご紹介するんですけど、今回はこちらのリファのドライヤーでやっていきます。で乾かし方のポイントなんですけど、まず前髪がある方は前髪から乾かしてください。で前髪の次はイヤツーで分けていただいて、半分に分けていて、後ろも半分に分けて、全部で4等分ですね。1番、2番、3番、4番という形で乾かしていきます。ではやっていきます。前髪からです。ポイントは今みたいな感じで上から風をこう当てていきます。結構こう下からブワッて上げる人もいるんですけど、そうするとこう割れてしまったりとか、ボリュームが出てしまったりとかしてしまうので、必ず上から乾かしてください。でこの時に前髪に生え癖だったりとか分け目癖がある方は、私もここが割れやすいんですけど、例えばこう割れる方ですと、こっちの毛をこっちには流して、こっちの毛はこっちに流してやってあげると、それだけでもかなり割れにくさのポイントになります。で続きやっていきます。こんな感じでまず根元をしっかり乾かしていきます。この時のポイントなんですけど、今乾かしたみたいな感じでしっかり根元から乾かしてください。でこの時に髪の毛長い方だったりとかはしっかりこうめくって乾かしてあげると乾きやすいです。でこの時に後ろの方とかがちょっと乾かしづらいので、量が多い方だったりとかこう長い方はこういう感じでピンで後ろを止めていただいてから、こういう感じで乾かしてあげるとより乾かしやすいと思います。そして反対も乾かしていきます。それで左右の根元がしっかり乾かして終わりました。この時根元から乾かしたので、多少膨らみとかは出てるんですけど、根元乾かす時は多少膨らんでても大丈夫です。でこの時は上からドライヤーを当ててほしいんですけど、ちょっと手が大変なんですけど、こうしっかり上げて、なるべくこう離してこうボリュームが出ないように上から下に
乾かしてあげてください。ではやっていきます。終わりました。この時に少しだけ毛先濡れてるんですけど、で最後にどうしてもバッと乾かすと毛先の方がこうバサバサになってしまうので、一つポイントがあります。でこう乾かしながら指でこう押さえながらこういう感じで乾かしてあげると、毛先の方とかは少しまとまって乾いてくれるので、ちょっと夜のひと手間をしてあげると朝の寝癖の原因だったりとか羽とか広がりが多少抑えられるので、しっかりやってみてください。ではやっていきます。はい、一手間でだいぶまとまり感が違うと思います。で反対もやっていきます。これで乾かし終わりました。で最後にワンポイントアドバイスなんですけど、ワイヤーってだいたい冷風機能があると思うんですけど、最後に冷風をかけていきます。なんでやるかっていうと、髪の毛ってこう表面のツヤの部分ってキューティクルって言うんですけど、キューティクルってこう鱗状になってて、あったかい状態だとその鱗がこう開いてる状態になるんですよ。でその冷風で冷ますことによって、そのキューティクルがしっかり閉ざしてくれる分、すごくツヤツヤになったりとか、まとまりのある髪の毛になってくれます。で最後にツヤを出していきます。はい、こんな感じで冷風をかけ終わりました。私は V 字してるの結構毛先のダメージがあるんですけど、冷風をかけた方とかけてない方だと、こういう表面の見えますか、表面のこうパサッとした髪の毛だったりとか、キューティクツヤとかがあんまりないと思うんですけど、冷風をかけてあげるとちょっとこういう短い毛が収まってくれたりとか、ツヤ感が分かりますかね、まあ、出てくれるので、本当に一手間で朝のスタイリングがめちゃめちゃ楽だったりするので、ぜひやってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。普段ご自身で乾かしているやり方とどうでしたか。まあ、一つ一つ意識するだけでも乾かすスピードだったりとか、まとまり感、ツヤ感がかなり変わってくるので、ぜひやってみてください。あと今回はおすすめのドライヤーも紹介したいと思います。ドライヤーもここ最近すごく新しいものが出てきてたりとか、注目されてる美容家電の一つでもあるんですけど、やっぱり早く乾かすのってこう風のこう風量が強かったりとかでかなり変わってくると。乾かし方ももちろん大事なんですが、楽に美髪を手に入れるってなると、ドライヤー選びもかなり重要になってきます。今回紹介するのはこちらになります。リファのドライヤーですね。見た目もすごくかっこいいですよね。リファのドライヤーはいろいろカラーがあるんですけど、うちで使っているのはこちらのシルバーとホワイトのものになります。でこのドライヤーのポイントは風がすごく強いんですよ。やってみます。で、まあ、つけた時も見えますか、すごくかっこいいです。感じですごく風も強いです。
のですぐ乾くっていうのと、ドライヤーって、まあ、さっきも言ったように、あの自然乾燥よりかは乾かした方が絶対髪の毛と頭皮にはいいんですけど、一般的なドライヤーってだいたい100度以上に上がることが多いんですよ。でやっぱり熱って髪の毛とか頭皮には天敵で、あの元々ある、まあ、髪の毛の水分を飛ばすっていうのは、まあ、もちろん乾かすの時にとって大事にはなるんですけど、乾かしすぎるのは良くないんですよ。でどうしてもドライヤー乾かしすぎてしまうと、オーバードライって言って髪の毛のタンパク質が固まってしまったりとか、髪の毛が硬くなってしまったりとか、まあ、ダメージの原因になってしまったりとか、必要以上に乾かしてしまうとそれだけでパサパサに見えてしまったり、と頭皮も乾燥してしまったりするんですけど、このドライヤーは勝手に温度調節機能がついているので、60度以上に上がらないようになってくれるんですよ。あとは空気中の水分を髪の毛に入れてくれる効果があるので、表面は乾いてるのに髪の毛の内側は乾きすぎてないっていう、レア髪っていう風にしてくれるので、乾かした後もパサつかずまとまり感のある髪の毛になってくれます。あとリファは、感じでモイストコースとボリュームアップコースっていうのがあるんですけど、コースによって冷風と温風の使い分けがちょっと違うんですよ。でモイストコースにしてあげると、より髪の毛がちょっとしっとりしてまとまりやすくなってくれるので、まあ、ボリュームが出やすい方だったりとか、毛先が乾燥している方には特におすすめです。ボリュームアップコースっていうのはちょっとふんわり乾かしてくれるので、根元がちょっとペタッとしやすい方だったりとか、髪の毛が柔らかい方とかにはボリュームアップコースがおすすめ。で今回ご紹介しましたこちらのリファのドライヤーは税込み 36,300 円になります。なんかこのドライヤーは誰でもなんか手触り感だったりとかがこうすごくすぐに分かりやすいドライヤーになってます。結構こうお客様に乾かしたりとかするんですけど、もうその場でなんか本当に手触り感が違うんですよ、普通のドライヤーと。やっぱり温度ってこうかなりやっぱり大事なんだなって、やっぱり知識としては知ってても、実際温度をしっかり調節しながら乾かしてあげると、本当に仕上がり感だったりとか、本当に手触り感だったりとか、ツヤ感がかなり変わってくると思うので、本当に買って損がないドライヤーだと思います。今回は正しいドライヤーの使い方とおすすめのドライヤーを紹介させていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、美容室でトリートメントだったりとか髪の毛をいたわることはもちろん大事なんですけど、美容室でケアする回数よりもお家でケアする回数の方がかなり回数が違うと思うので、まあシャンプーとかトリートメントももちろん大事ですし、ドライヤーの乾かし方とかものによってもかなり髪の毛の維持だったりとか、ダメージとかが全然違ってくるので、皆さん今回は参考にしてってみてください。今回もご視聴していただいてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。